日本全国のスノーヤーの皆様、こんにちは、苗かぐチャンネルです。本日は神楽も苗場も運休明けからのザ・デイ。優勝された皆様、おめでとうございます。このチャンネルを登録しておくと、神楽、苗場の今の状況が丸わかりです。本日は苗場と田代に行ったので、そちらのパウダーレポートをお届け。2日で70センチメートルは積もったそうですが、強風でパックドパウダーでした。ご覧の通りそこまで沈まないので、よく走る底付きなしパウダー。埋もれる心配もなく、本日のギアはスノーボードで優勝。第3ゲレンデもオープンしたので、1本目のパウダー食べてゴンドラへ。風がかなり強かったので、風紋ができております。あの通行止めを起こした暴風雪でも、昨日の苗場は第3高速まで営業でした。今年の苗場さんは出だし悪かったけど、なかなか強気の営業をしてくれます。混雑を避け、神楽はスルーしたけど、平日なのに苗場でさえ大盛況でした。大雪明けの晴れの日は、土日並みに混雑しちゃいますね。ちょっと苗場神楽宣伝しすぎた。今日は第3リフト1本で、ゴンドラへ向かったのですが、なんと20分前でこの状況です。待ってよ、先週末より並んでるじゃない。みんな本気を出し始めたようなので、今後は直接ゴンドラ並んだ方が良さげ。この後は急遽コース解禁された女子リーゼンコースの状況です。大斜面がまさかの圧雪されてます。苗場くん、座布団没収だよ。今日みたいな日は圧雪しないでほしい。パウ基地の皆もそう思ったでしょう。脇パウがありましたので、薄かったけどいただいておきます。強風で雪が流されてしまったようで、一部物資が出ておりました。ずらしの多いターンでごめんなさい。この先行者さんのライン見てくださいよ。見事なちょっかり跡です。さぞかし盛大に優勝されたのでしょう。大斜面はいまいちでしたが、ここから女子リーゼンのターン。ロープが途切れているところが入り口になります。本日は男子リーゼンも解禁されてます。シャドの男子と距離の女子。どっちのコース滑ろうか悩みますが、ボードの時は女子になります。先ほどのラインの方も女子狙い、狙いが被っちゃいましたね。この後で教えてもらったのですが、男子の方はノートラックだったらしい。こちらのコースは開放されただけあり、地形とか草は全部隠れておりました。やっと苗場くんの本気が出ましたね。控えめに言って最高です。最後の落ち込みでノートラック優勝。ここの斜面が一番のお気に入り。せっかくなので本日はいつもより多く、雪を巻き上げてます。そんな感じで競争率の高い女子リーゼントコースでした。やっぱりスノーボードだとスキーと違って薄パウでも楽しいです。この後すぐにドラゴンドラで田代エリアに向かいました。田代に到着したのは10時前でしたが、みんなチャレンジ食いに行ってるので、アリエスカコースのパウダーは私が全部食べちゃいました。コースもまさかのトラック4本のみ、今日はカービングも良かったですよ。本日の神楽は大雪すぎたので、営業開始時間が遅れたため、三つ又が20分遅れ、田代が40分遅れでのスタートでした。そんな状況でも定刻通り営業の苗場、シーズンイン時はどうかと思ったけど、
やるときはやってくれる苗場さん、これからも応援しております。以上、本日は苗場田代レポートでした。明日の配信はゴロマ解禁直前、今行ける神楽バックカントリー使いの予定です。チャンネル登録してお楽しみにしていてね。